ウルトラマンタイガー佐々木かな役の、新山千春です。かなさんはですね、イージスの、社長なんですけども、まずイージスっていうのは、かなさんが、設立した、民間の、警備組織になるんですけども、ひろゆきや誉れ、そしてピリカを、社員という形で、私が社長でまとめているんですけども、現場もすごく和やかなムードでですね、撮影しているので、そういったこう、オンエアとなった時にもそういうところが現れているんではないでしょうか。はい、そうですね。見どころもたくさんあるんですけども、そうですね、輪が進むにつれてどん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 、ひろゆきが成長していって、そこには、誉れだったりとかピリカだったりとか、いろんな、方々が関わってくるんですけども、その中で、見ていただける、お子さん、そして、親御さんたちにとっても、この作品を見せてよかったなという作品に、必ず仕上がっていると、私は思っていますので、家族揃ってぜひぜひ、ウルトラマンタイガーを愛してもらえたら幸せです。私が思った一言はこちらです。真の心と書いて、真心ですね。キャストはもちろん、スタッフさん皆さんで、真心を込めてこの作品に、思いが強い思いで、挑んでおりますので、見ていただいた、子どもたち、そして親御さんにとってもこの作品が、真心を込めて作った作品だなというふうに思っていただけるように、全力で頑張りますので、ぜひ見ていただきたいです。ウルトラマンタイガー第1話放送までいよいよなんとあと2日です。明日のカウントダウンメッセージは主人公工藤博之役の井上裕貴さんです。博之、よろしく。ウルトラマン太郎の息子、その名はタイガー。誰だ、ゾイスクワット。俺はお前で、お前は俺だ。光の勇者タイガー、ナイト、クルーだ。良き旅の終わり、新番組ウルトラマンタイガー、7月6日土曜日朝9時スタート。